ラジオカセットレコーダー。ラジオカセットレコーダーは、一般的に、ラジカセとも呼ばれ、コンパクトカセットテープレコーダー、テレコにラジオチューナーを内蔵した音響機器である。そのターンプとスピーカーを備える、いわゆるオールインワン型製品も、ラジオカセットレコーダーである。若者言葉では雇用だが、デッキと呼ばれることが多い。ほぼべての機種で、 持ち運びができることを念頭都市上部に折りたたみ式の取っ手がついており、乾電池でモバイル駆動を可能にしている。本校では、ラジカセに準ずる、ラジオとレコーダー機能を合わせ持ち持ち運びが、容易なオールインワン製品一般を取り扱う。ちなみに、短縮型で、ラジカセと世間に呼ばせたのは、音響機器メーカーのパイオニア、現在ホーム AV 機器事業はすべて音響 パイオニアへ遺憾でラジカセを商標登録しようとしたが却下された。日本国外ではブームボックス、ブーンボックスとも、やゲットオブラスターと呼ばれ楽器編成に指定する場合はこれらが使われる。ラジカセの歴史はラジオ付きテープレコーダーにまで遡ることができる。日立製作所が1963年にオープンリール式。 テープレコーダーにトランジスタラジオを搭載した日たち、ベルソーナ398がトランジスタラジオを組み込んだものとしては国内初の商品である。しかし、真空管ラジオまでを含めると1961年か、それ以前からテープレコーダーの複合機として複数社から市販されていた。その後、1968年に国産初の愛和製 TPR-101 が 登場し、1970年代には、各家電メーカーが、相次いで商品を投入した。当初は、モノラルタイプが主流だったが、同時期に、FM 放送が開始されて、エアチェックが、ブームになると、ステレオタイプも出すようになった。本体に固定式、マイクロフォンを内蔵しており、ビデオデッキが、家庭に普及する前は、テレビの前にラジカセを置いて、 テレビの音声のみを録音するのが事実上唯一のテレビ番組の保存方法だった。テレビのスピーカー音声を外部入力端子でケーブル接続せず直接内蔵マイクで録音することから録音者及び周囲が静かにしないと他の物音も録音される欠点がある。外部入力端子付きのラジカセでテレビの音を録音すればこの問題はないが、 マイク入力あるいはライン入力の外部入力端子は当時ほぼ全てのラジカセが備えていたもののその機能が一般大衆にあまり認識されておらず接続用コードも普及していなかったことマイク入力を使用する場合にテレビとラジカセを接続するとテレビ側スピーカーの音声がキャンセルされるためリアルタイムで放送音声が聞けなくなることなどからこうした問題が起こっていた 1980年代前半からこうした利用方法に応えるべく VHF、UHF の TV チューナー搭載機も多く発売された。当初はモノラルラジカセが主流であったが1970年代後半、五郎にはステレオタイプのラジカセが普及し始め市場が高音質感やカセットの選曲に便利さを求めたことからスピーカーに ウーファーとツイーターを備えたには A4 スピーカータイプが登場し、また低音へのこだわりから、ウーファーの口径も当初の 10cm 程度から 15cm 程度に大口径、大出力化し、1978年のメタルテープ、登場時にはいち早く対応するなどの高音質化への対応や、カセットテープの自動選曲機能や、オートリバースなどの便利機能を競って採用した。 これにより、必然的に、大型多機能化し、高級化が進み、大きな直方体の箱、上部に大きなチューニングスケール、正面左右に大きいステレオのスピーカー、中央にカセットテープドライブ、というスタイルが出来上がった。この大型化へのアンチテーゼとして1979年に、三洋電機が、おしゃれなテレコの愛称で、小型ラジカセ U4 を登場させ、ベストセラーになった。 また、この頃には、ダブルカセットのラジカセも登場して、テープからテープへのダビングも可能となった。また、ウォークマンをはじめとする、ヘッドホンステレオの人気により、カセット部分を切り離して携帯できる機種も存在した。とはいえ、ラジカセで、ハイスペックを追求すると言っても、スピーカー部、ラジオ部、アンプ部、カセットデッキ部の集合体であるために、 コストの制約を受けオーディオコンポなどの単品オーディオの音質よりは明らかに劣っていた。これはラジカセ自身で録音したテープを再生するよりもコンポのカセットデッキで録音したものを同じラジカセで再生した方が音質が良いことでも容易に確認できた。1980年代にはアメリカでブレイクダンスやヒップホップの流行に伴い 携帯性を度外視した音質さらには大音量を追求したブームバックスが普及した。なお、ブームバックスとはその代償に関わらず、ラジカセ一般を示す単語である。このタイプの日本国内メーカー製大型ラジカセは、当時ほとんどが国内生産であり、メイドインジャパンの象徴的存在であったため、1980年代前半の日米貿易摩擦が問題になった際には、 アメリカの労働者がハンマーで日本車などと共にラジカセを破壊するパフォーマンスが報道版で報じられた。1986年頃から CD プレイヤーを搭載した CD ラジカセが登場。ディスクメディアのオールインワン型音響機器と考えるとアンサンブル型ステレオが小さくなって現代風になったようなものである。最初期は W カセットの片方を CD プレイヤーに乗せ替えたような機種も多く見られたが、後にダビングに便利なカセットテープドライブを2台とした、モデルでは横長になるなどし、直方体の箱ではないものが増えた。1995年頃からは、カセットの代わりに MD デッキを搭載したものも登場した。カセットが付いていないことから、メーカーでは、MD ラジカセとは呼ばず、MD システムや、 MDCD システム、ラジ MD 等と呼称していた。ただし MD デッキとカセットデッキを両搭載した製品もあり、それらについては MD ラジカセと呼ぶこともあった。また同時にあらゆる機能を搭載したハイスペック機種にする風潮もなくなっていった。愛和のようにコンポとラジカセを設中した XGE1 のような機種も登場した。 ンプマンに始まるデジタルオーディオプレイヤーの流星により、最もポピュラーな音響機器の座は譲りつつあるも、iBot との連携が図られたものや、カセットテープ、CD、MD、2バンドラジオのすべてを搭載した、ハイエンドモデルなどが、長らく生産されていたが、2010年代には MD を搭載しないものに置き換えられた。2000年代後半には、 カセットを搭載せず SD カードスロットを搭載し、SD カードに CD から MP3 録音できる SD、CD ラジオや SD カードスロットの他に、USB ポートにを搭載し、USB ケーブルを介して、USB マスストレージクラス対応の USB メモリに CD から MP3 録音できる SD、USB、CD ラジオと呼ばれる機種が出現している。 また2000年代頃からは、持ち運びに重点を置かずに、小型でオールインワン製品であることに重点を置いた、ミニコンポや一体型コンポが多く出回るようになり、乾電池が使用できないラジカセが出現することで2つの区別は曖昧になりつつある。2018年現在 CDW ラジカセを市販しているメーカーは、東芝 LE トレーディング、以下東芝、広鹿物産。 小泉世紀以下、小泉、ピーフの4社のみ。いずれも2010年代のリリースであり需要は衰えていない。小型化及び大出力というコンセプトで開発するのが流行りになっており、小泉と広島物産は珍しく安価なモノラルラジカセ、まあ、開発を継続している。ワイド FM 対応の CD ラジカセの販売は国内のすべてのメーカーで行われた。 その一方で創出力が 1W プラス 1,、w、1ワット以下の廉価化も進む。東芝やソニーといった大手メーカー以外の CD ラジカセの仕様はどれも非常に似通っており、ボタンの配列から選曲つまみの位置まで全く一緒ということも珍しくない。新モデルが出るたびに完全に定石を廃した仕様の商品が出現し、そのモデルがまた巧妙に模倣されるといういたちごっこが、 続いている。カセットテープを思い出として使う層が増えており、かつてのようなヘビーローテーションで使用する回層は、確実に高齢化で減少しているため、近年のラジカセでは、デッキ部分が過去の性ほどには頑丈ではないことから、初期不良が見られることがままある。また、ラジオだけは滅多に壊れないといった常識も、通用するのは、AM 部分のみで、レン製品では、 FM ステレオですら、初期不良あるいは数ヶ月の使用による不良が見つかる場合がある。ラジカセの良さを宣伝するのも日本だけの現象で2018年現在の現行ラジカセはかつてほどには頑丈には作られておらず、またメカ部分は修理を考慮した設計ではなく使い捨ての傾向が強い。回路に使用される電子パーツ群も 中国などの海外メーカー製が大半を占めており、あくまでも音質は必要最上限ということに十分注意する必要がある。2010年代の製品は長時間のカセットを再生しないでくださいと、正し書きが書いてあることが多くなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。